その3、剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべし。Yeah!
い、そこよ、せや、しまった、合格、せい、そこよ、せや、やった、シャリーズ、タイマシの技、自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜、お前は感情が豊かすぎる、それではいつか破滅するぞ、うん、ああ、この子の長所でもある。え、分かってるさ、だがそれでは、兄さん、アーサーの戦訓その4だよ、勝利を確信しても油断するな。あ、はい、ともかくこれでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に？会う予定だった知人が遅れていたな、おそらく今夜は帰れない、それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ、村の近くでゴーマの群れを見た、万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって私が、ゴーマと戦えるのは大魔師の力を持つ者だけだ、それが現実の断りだ、感情ではどうにもならない。私も慣れないのかな、大魔師に。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。大魔師になるには特別な才能が必要なんだ、だがそれを持った人間はもうほとんどいない。はい、明日はセリカたちの命日だ、なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝のキッシュを作って待ってるから。食料の買い出し？さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね、あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、串乙女価格にならない？はん？いきなりなんだ。いいって、ニコ、今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで？もしかしてゴーマのせい？町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん、届いたとしても値がいくらになるか。そんな、ミッドガン王国は何やってるわけ？
軍隊とかいるでしょ。そんなものとっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね。ベルベットのお兄さんは大魔師なんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろう。そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね。特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするってあれ？本気だったの？もちろん。お願いね。私の人生の一大事なんだから。けど、おじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは、私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら、絶対惚れるわ。でしょ？ラフィーお腹空かせてるだろうな。急いで帰らなきゃ。ベルベットのキッシュってお姉さんに教わったんだよね。うん、セリカをね。うん、十分美味しいって。シンプルだけどすごく上品な味だし。それは生地とチーズに秘密があるのよ。タリエシンの町に持って行ってもきっと評判になるよ。今度二人で作って行商に行かない？お揃いの売り棒は分かるより儲かるかな。根拠はないけど儲かる。あんたが愛想よくすれならやってみても。ラフィーにいい冬物を着せてあげたいし、兄さんの革手袋もボロボロ。初対じみすぎだよ。気持ちはわかるけど、もっと自分の私の夢特にないわ、ラフィー。まったく。けどだからベルベットのキッシュ。オルとトロス元気ないわね。そうなのよ、ずっとこんな調子で泣いてるの。弱そうなのは、この前2匹揃って猫のルルに追われて木の上まで逃げ。頼りないなぁ。神オルトロス、あんたたちもっと猫の可愛いから許しちゃうんだ。
ただいま、ゼリカ姉さん。もう7年も経つんだよ。姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった、プリンセシアの花お供えするの忘れちゃった。姉さんもお父さんもお母さんもあの花が大好きだったのに。生まれてたらきっとこの子も。ごめんね、明日岬で摘んでくるから。おかえり、お姉ちゃん。ラフィー、寝てなさいって言ったのに。ちょっとだけだってば。ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから横になりなさい。ごめんなさい。何これ？羅針盤、磁石を利用して方向がわかる道具なんだ。そんなの太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くてもわかるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるように、ここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ。さっぱりわかんない。冒険の必須アイテムだよ。なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊。あんた本当に精霊の声が聞こえるのね。うん、大魔師の才能なんだって。あんたなら兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んでいろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして不思議なものをたくさん見たい。狩りだって滝に集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。そうしたい。だけど。なってくれなきゃ困るよ、ライフィセット。あと20年後くらいで。そんなにかからない。じゃあしっかりしてることを証明して。まず柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べること。で、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。じゃあ料理開始。まずは暖炉に火をつけてっと。兄さんの本？あの子こんな難しそう。目が悪くならないかしら。日の前日、お姉ちゃんが一人で売り棒上がりに行った。お姉ちゃんの剣にはアーサー兄さんの次にすごいから、売り棒に負けることはないと思うけど、強すぎてお婿探しに苦労しそうで心配だ。もっと女子力をアピールした方がいいと思うよ。あの子、読まれることを見越して書いてるわね。Thank you.
兄さんが作った薪って火付けが楽ね。何かコツがあるのかな。お姉ちゃん、シチューにほうれん草は入れないでね。好き嫌いすると大きくなれないわよ。うん、そうだけど今日は仕方ないわね。今日は特別にほうれん草なしであんたの好きなカレー味にしてあげる。ありがとう。2階に兄さん特製のカレースパイスがあったわね。これこれ、辛さはないけどすごくいい風味なのよね。そうそう、今日ニコに重大な相談されちゃったの。今度うちに連れてくるからよろしくね。うん、相変わらず仲がいいね。まあね、あの子とは長い付き合いだし。それにしてもあのニコが恋なんて。ラフィー、あんたも好きな子とかできたらちゃんと私に相談しなさいよ。好きな子？あんたは意外に頑固だからちょっと年上がいいかもしれないわね。あと料理が上手かどうかもポイントよ。上手な子なら大体間違いないと思うわ。もう何を言ってるの。お姉ちゃんこそ自分のお婿さんの心配をしたら。お婿？私はいいのよ。セリカお姉ちゃんの代わりにあんたとお兄さんのご飯を作らなきゃならないし、そもそもよその男の人を好きになるとかよくわかんないし。ラフィー、どうしたの？大丈夫？今水を持ってくるから。平気だよ。お姉ちゃんが変なことを言うからちょっとむせただけ。ならいいけど。ごめん、ちょっと話が飛躍しすぎたね。先が思いやられるよ。でも仕方ないのよ。弟の心配するのはお姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから。わかってるけどね、弟だって心配してるんだよ。お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない、アーサー兄さんだってそう願ってるんだ。家族だからね。うん、家族だから。ありがとうラフィー。やっぱり私はあんたのためならウリボワを千匹殺したって後悔しないよ。あっと、いけない、早く夕飯を用意しなきゃね。えらいえらい、薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は火の夜になるよ。そうなんだ、あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。干し肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ、ラフィー？
嘘、どこ行ったの？まさか一人で村に？おお、熱下がってないかもしれないのに。おじさん、ライフジェット来なかった？いや、シロンが。その本、兄さんの。ライフジェットが書き写した写本だ。しかるべき商人に下ろせば高く売れる。正当な値で買い取らせてもらったよ。あの子、こんな分厚い本を。新版、そうか、あれを買うために。いや、欲しそうに見てたけどな。おまけにつけてやろうかって言ったんだが、それじゃあ俺が損をしちまうって。いい子だが商売には向いてないな。じゃああの子、お金を何に？俺は口止めされてるんだ。本人に聞いてくれ。ベルベット、ライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの？大丈夫じゃない。どこで見たの？森の方に行くっぽかった。探すのを手伝うよ。お願い、ニコは念のために村の中を。私は森に行ってみる。もしかしてあの子、岬に花を摘みに行ったんじゃ。ライフセットを見なかった？いや、見ておらんよ。あ、そう。見かけたら。わかった。あんまり、おとなしく寝てなきゃいけないのに。好奇心の強い子じゃ、無理もない。ずいぶん難しい本も読んでおって、前に会った時は最新の航海術や。あんなに里い子は何万人に一人。それほどでも。惜しいな。王都の学校に入れば人。王都ってタリエシンの港から何日も船に乗っていくんでしょ？ダメよ、病気が治ったって一人でそんな。ああ見えてしっかりした子じゃ、心配はいる。私が困るのよ、心配だし。この子たちにライフセットを探させようと思うんだけど、まるで何かに怯えてる。
聞いたぞベルベット、今晩はまた火の夜になる。7年前と同じ赤い月。何年かに一度起きる赤色月食だ。星の動きを調べれば、古い言い伝えじゃ黄色の月はこの世とあの世をつなぐ門とも、人間の罪の証とも言われてる、よく知ってるわね。ライフセットが教えてくれたんだよ。今さっきラフィーを見たの？あの子はどこ？それはごめん。住んでただけ。まったく何してんのあんたは。黙っていなくなって動けなくなったらどうする気だったの？そうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからね。ごめんなさい。したいことがあるならちゃんと言ってよ。そりゃ欲しいものも買ってあげられない情けないお姉ちゃんだけど。違う、そうじゃない、そうじゃなくて。そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕岬に積みに。だけじゃなくて海が見たいんでしょ。それもあるけど今日は特別よ。一緒に行こう。いいの？その代わり、今度黙っていなくなったらベッドに縛りつけるから。はい。じゃあ岬へ出発。出発。こんなものかな。さあ行くわよ。せいそこよ。はっ、せいそこよ。はっ、せいや。せいや。はっ、せいそこよ。さあ次よ。はっ、せいや。せいや。はっ、豪華人。はっ。こんなものかな。
咲いてる咲いてる。変わらないね、ここからの景色は。変わらなくないよ。季節や風や天気で海は全然違うんだ。それに海の向こうの景色も。海の向こう？時々わかんないこと言うわよね、あんたって。お姉ちゃん、今日は連れてきてくれてありがとう。何よ、改まっちゃって。ねえ、ラフィーは知ってる？なんで鳥が空を飛ぶか。そうじゃないと餌が取れないからだよ。敵からも逃げられないし。だよね。でも僕は思うんだ。翼を持った鳥は。あっ！ゴーマ！ライフセット、苦しくても頑張って走って。お姉ちゃん、怖くないよ、あんたならできる。きっと兄さんみたいになれるから。やめて、ダメだよ。逃げて。なんでコーマが。一人で逃げるなんて嫌だ。嫌でもやるの。感情で動いてたらあんたまで死んじゃう。でもお願い、逃げて。兄さんの言った通り。けど、だからって。やめろ、僕が相手だ。私、なんで家に。お姉ちゃん、ラフィー、無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ、あんたがいてくれるから私は。前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪綺麗だからちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。日の夜、なんで全部夢なんかじゃない。
ラフィーは？あの子はどこ？一体何が起こってるの？怖がってる場合じゃない。ラフィーを見つけるんだ。すべき感情か。お姉ちゃん逃げて。兄さん、かつてこの場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜救世の力が復活する。ライフテッドの命を生贄にして。何を言ってるの？話しなさい。それは世界への捧げ物だ。なんで？もう絶対に助からない。嘘だ嘘だ嘘だ。やはりお前は感情に従うのだな。
手でゴーマを食らうゴン。フーマか。ハーサなんで殺した？あの子の血がこんなに！なぜ？なぜ？ラビーが何をしたってどうけ。周りをよく見る。村にゴーマ病が広がったのだ。だが、案ずるな。この痛みは私が。ハイマシアルトリウスコールブランドが止める。なぜ飛ぶか、これが俺の答えなんだよ、ベルベット。アーサー、許さなくていい。全ては私の罪だ。アルトリウス！こうして、私の世界は終わった。あれから3年。落とされた闇の底で、私は喰らい続けた。ゴーマの血と肉を。生きるために。生きて。あの男、弟の仇を殺すために。
あの男はどこにいる？まずは試さねばなりません。教える価値があるかどうかを。羽舞台羽舞台ハブ羽舞台ハブ羽舞台ハブ羽舞台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 ハーフ行くわよ。価値がなければ殺します。お覚悟。なぜ全力を出さない？合格ですね。それがわかるなら。あの男の精霊がこの程度のはずないでしょう。もうあの方の精霊ではありません、うん、まずこの3年間に起こったことからお話ししましょう。今世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ、アルトリウスはどこだ？ミッドガンド領にある王都ローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか？あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や大魔師の組織聖霊を率いるあの方は、王国からも民衆からも絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとして。ライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですがまだ完全ではありません。今なら殺すことができます。なぜあんたが？理由は無事に脱獄できたらお話しします。脱獄。いいわ。誰が何を考えようが、私はアルトリウスを殺す。それだけよ。首輝は断ち切りました。急ぎましょう。
まずは装備を。この先の部屋に武器がありました。騒がれてはいません。当然ね。この部屋で装備を整えましょう。囚人から没収した品が保管してあるようですね。ロープか。これは使える。すごい刀。その太刀はゴーラン。なぜこんなところに。私には大きすぎる。いいのですか。ゴーランは希代の名刀ですが。どんなにすごくても使いこなせなきゃ意味がない。よし、準備はよろしいですか。何をしている。気をつけて。ただの兵士ではありません。二刀対応。ゴロフッ。そこよ呪い。我が日は釈迦。フォトンブレイズ。そこよ。しまった。リュウカブラ。トリガー。羽舞台。慣れたものね。言ったはずです。私はもうあの方の精霊ではないと。船の用意は。ここが島だとご存知だったのですね。ええ、凶悪犯を集めた監獄島ってことも、ゴーマが大勢収監されてることも、餌が命乞いしながら教えてくれたわ。港は島の表と裏に一つずつ。私の船は島の。裏手につけてあります。了解。裏の港ね。
you